こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか？今日はお客様から問い合わせの多いこちら指掛け紐が抜けちゃった場合の対処方法をやってみたいと思います。これ使うと便利です。まず穴に差し込みます。動画を通しますね。こんな感じです。で、通した先の穴に紐を通します。あとは引っ張る、ね、でこれでおしまい。向きを気をつけて完成です。次にこういった工具がない場合どうしましょう。こういった専用の針金を使います。この針金は紐を買うと必ずここついてきますね。これ使いましょう。まずやりやすいようにこう針金曲げておきますね。でこれを同じように穴に通してあげます。でここ紐挟むんですけど、ちょっときついので、ペンチでぐっと広げてあげて、ここに挟んであげれば OK ですね。あとは同じようにずるっと紐が通ります。完成です。